チャールズ・ディキンソン・ウェストはアイルランドの機械工学者、海軍建築家であり、明治時代の親とい外国人。東京大学工学部の前身である東京帝国大学工科大学に長年勤務していた。東京大学本郷キャンパス工学部1号館前に、ある共造アイルランドのダブリンでセント・パトリック大聖堂の主任司祭の長男として生まれた。 1865年にダブリン大学トリニティカレッジに入学し、1869年に土木工学の学位を取得した。ダブリン大学卒業後はイギリスのベルケンヘッド製鉄場に5年間勤務した。その後、造船、製工工場、蒸気機関などで経験を積んだ。1882年に大日本帝国の明治政府にお雇い外国人として雇われ、 上気機関の力学、機械製図、工学、機械工学などを教えていた。ヘンリー・ダイアーに代わって、東京帝国大学工科大学の前身である、工部大学校に赴任した。この二人は、工部大学校で教鞭を取った。1908年に死去するまで、機械工学と造船学の教授を務めた。日本滞在中は、大日本帝国海軍の海軍建築部を支援した。 また、三菱、川崎、大阪鉄工所などの日本の造船所の顧問も務めた。ウェストは、生涯、独身を貫いた。趣味は、ボートと写真であり、写真コレクションは現在、東京大学の情報理工学図書館に保存されている。また、学生に与えた講義ノートや、試験問題など、日記や、原稿も多く残されている。日本滞在中、 1898年に一度だけヨーロッパに帰国している。1905年には日本の工学高等教育への貢献が認められ、明治天皇から朝日小綬章を授与された。1907年、冬の熱海温泉に滞在中、肺炎にかかり、1908年1月10日に東京帝国大学病院で死去した。東京の青山霊園に埋葬されている。 1910年3月19日、東京帝国大学工科大学前提に、ブロンズ教像が除幕された。当時、アイルランドは、グレートブリテン及びアイルランド連合王国統治下で、あった。ありがとうございます。